新潟のとある集落のような狭いコミュニティで起こった出来事です。当主の亡くなられた男性というのはですね、親戚一同の中からちょっと嫌われ者であったと。ちょっとなんかおかしいんですって、死に方が。布団の外、畳の部分に20人ほどの人の足跡っていうのが見つかったんです。今でも使ったとされるものは展示されているそうですからね。好きと楽しいをシェアするデートのオカルト部の時間です。皆さんこんばんは。本日も素敵な顧問の方にお越しいただいております。七不思議のお二人の皆さんです。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。圧がね、急に今までいなかった方が大変そばちゃいました。ありがとうございます。怖いですね。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。本日も怖い話を、はい、お持ちいただいた。そうですね、僕怪談話であったりとか人コアだったりとか、そして都市伝説の話をしたんですけど、自分たちのチャンネルでも扱っている未解決事件に関するものをちょっと今日はお話しさせていただきたいんですよ。で、はい、結構僕たちが自分のチャンネルでやってるのは、まあその結構名前があるって言ったらおかしいですけど、皆さんが知ってるものをよく出してるんですけど、今回ちょっとお話しするのは一応解決した事件にはなってるんですけど、本当に真実はそうなのかっていうところをちょっと紹介させてください。で、この話っていうのが1980年代に起こった事件で、新潟のとある山村集落のような狭いコミュニティで起こった出来事です。で、冬になると5メートルぐらいの豪雪地帯、雪がすごい積もってしまって孤立してしまう集落だ。で、そこの近くにですね、平家の落ち人伝説、まあその源平の合戦で敗れた平家の落ち武者などが来て立ち寄ったとされる有名な観光地があるんですけど、観光客の人はほとんどそこに行くんです。だからその集落があるということはほとんど知られていないんです。で、この集落がすごく閉鎖的で、地縁血縁親戚の結びつきをすごく大事にするところだと。で、1980年の年代のある8月、ここの地区の村長の血筋の当主の人がいるんです。いわゆる村長というか、この一番村の中で有力者である人物というのが、2階建ての家の2階の部分で布団で仰向けになって倒れて死んでいたのが見つかったと、はい、で、この発見者がこの家の隣にある親戚の方がそれを見つけたと。前日の夜に飲んでたんですって、2人で、はい、2人で飲んでいて、夜中の2時頃にじゃあ私帰りますって言って家に帰った。で、翌朝になっておはようございますって言ったけど応答がないと。で、その家っていうのはその男性一人が住んでいるんですね。だからあれおかしいな、雨戸閉まったままだなと思って無理やり開けて中に入ってみたら2階で一人で倒れていた。うわーって言って警察を呼んでいろいろ捜査して調べたんですけど、ちょっとなんかおかしいんですって、死に方が、はい、2階の布団の上に倒れていたんですけど、争った形跡っていうのが全くないと。枕に血がついていて、はい、側頭部と後頭部の間に何か鈍器のようなもので殴られた跡があると、はい、だから誰かに殺された、他殺であることは確かなんですけど、シーツが全く乱れてないんです。不思議なのはその布団の外、畳の部分に20人ほどの人の足跡っていうのが見つかったんです。人がいっぱい来て、まあ、何かやったんじゃねえかっていうことになって警察が捜査を始めるんですけど、先ほど言ったように地縁血縁親戚関係がすごく強い集落なので喋ってくれないんですね。よそ者を排除するんで、何か教えてくださいって言っても、いや私は知らないですってシャットアウトされてしまう。で、捜査が難航していたある日、その警察に一人の女性っていうのがやってきたと。で、この女性っていうのはその村の人ではないんです。他の県から嫁いできた女性で、今私は免許の更新っていう口実で今ここに来てます。だから今私が言ったこと、この時間に来てることっていうのは絶対家族には言わないでくださいって言って、そこで女性がいろいろ話してくれたのが、その当主の亡くなられた男性っていうのはですね、親戚一同の中からちょっと嫌われ者であったと。財産をいっぱい持ってるけど商売がうまくないので、どんどんその財産を食いつぶしていると、はい、で、人間的にも問題があったと。1年の半分ぐらいは隣県の富山県に行って着物などを売る呉服商っていうのを営んでいたと。で、ほとんどの時家を空けてるんですけど、お盆の時期はその自分の実家に戻って親戚とかと酒盛りをしたりとか墓参りをするなどやっていたそうなんですけど、戻ってきた時も、まあ、紫のスーツを好んで着ていたらしくね。なんかそれでなんか村の中を歩き回ったりとかで、女好きだったらしく人妻でも構わず声をかけていたと、
で調理師免許を持っていたんで料理教室開きますって言って自分の家にその村の奥さんとかを呼んではそのちょっといやなんかなんていうかね男女の関係になっていたり、で山菜を取りに行きましょうって言って山に誘ってそこの山でそういうことに及んでいたりとかそういうたくさん恨みを買うような人物だった。でこれその人物を殺したのは多分親戚一同がグルになってやったことだと思いますってその女性は言うんですって。殺された被害者宅の隣にはその町の民族資料館というものがあるんです、これ今も実際あるんですけどかやぶき屋根の、まあ、古民家なんですよね。そこに毎年ですね若者が集まるというイベントがあるんです。それは若者宿っていうイベントで町内の信仰とかを深めるためにお盆の時期になると町内の若者は数十人そこで集まって酒盛りなどをすると、男性が殺された前日の夜にその若者宿が行われていたらしいんです。でそこで行われていた若者宿に参加していた人数の数も私は知っています。20人ですと。あの時に見つかった足跡とそれが全て一致するっていうところだったんですけど、これっていうのが状況証拠とか証拠不十分で結局時効なんですよ、犯人が見つからずにこれは未解決事件として現在では処理されているんです、っていうことなんですけど、この事件を捜査員の方が追ってるうちにいや絶対これは他殺で本当にその20人の親戚筋が起こなったんであろうって思う一つのポイントっていうのがあって、先ほど言ったように被害者宅の隣にその町の民族資料館があるんですけど、その民族資料館にはいろんなものが展示してあるんですね。村で信仰している神様であったりとか、そういう木彫りの御神体であったりとかっていうのがディスプレイのようなケースに入れられていろいろ展示されていると。これ観光客が普通に見て回ることができるんですけど、そこを何気なく捜査員の方が見ていたときにそこの町が信仰する神様で、これ言うとその町が分かってしまうんで言えないんですけど、何々様っていう木彫りの神様の像があるんですよ、まあこれぐらいの大きさなのかな、縦で、まあ、木彫りなんですね。で、まあ、そこのディスプレイに入れられていると。でそこをあーって見ていたときに木彫りの神様の一部分のところに黒い跡がついていることに気づいたんですよ。これ多分血痕じゃねえかと。被害者っていうのは後頭部側頭部を鈍器のようなもので殴打されて殺されてるんです。だからあの時多分20人っていうのは入っていって強引にその男性っていうのを立たせて身動きができないようにしてその何々様と呼ばれるその神様を使って死に至らしめたんじゃないか。そしてそれが用が終わったからこの民族資料館にそのまま置いてあると。これはどうしても調べたいということだったんですけど、その民族資料館を管轄している管理者の人っていうのが絶対に見せてくれなかったそうなんです。これっていうのはうちの町のシンボルであると、あなたたちには分かんないかもしれないけどこのディスプレイに入れてある状態っていうのは祀っている状態なんだと。これを取って調べたりすると町に災いが起こる可能性があるからそういう調べさせることはできませんって言われて、結局調べることはかなわなかったんですよね。でどうしても見せられませんよって言った方はですね、その殺された男性と非常に近しい血縁の方なんですよ。だから、まあ、自分たちがやったことっていうのを露見させたくないがために強硬にそこは突っぱねて、今でもその使ったとされるものは展示されているそうですからね、風習とかって怖いですよねやっぱりね、村のね。本当にこう今ではこうなんか想像もつかないような変な不思議な事件とかあったじゃないですか。そうそう、あの昔あのモーモーさんがおっしゃられたあの双子神事前の双子神事、あそうですね、双子神事の駅前、僕はバキバキの地元でして、あそこにあの昔おばあちゃんのお友達で目の見えない方が住んでて、でその方があのおばあちゃんを想像してた人なんですけど、あの辺で昔は本当商店街だったんですよね。でもう今ではもういろんなのバカバカだったんで、もうあれで結構みんなやっぱり廃業する方多かったんですよ。でその中であの喫茶店やってるおじいちゃんがいて、その目の見えない方のお友達だったんですって、でそのちょっと、まあ、だいぶお客さんも来なくて参っちゃってるっていうので、でなんか一回一緒に行ってやってくれって言って連れられて行ったんですよ小学校の時に。そしたら見たんですけど、まあ、全然売り上げ上がらなくて、あのコックリさんに聞いてみたって言うんですよ。おそしたら、って何て言ったんですかって聞いたら、パンダ様が出てくるんだって言うんですよ。パンダパンダさんが出てくる。でパンダってあのこの目のあるところ、はいはいはい、そうなんだよ。
パンダ様があのこういう風にしろって言うんだって言うんですよね、はい、だからおじいさんにふざけてるんだろうなと思って、はい、なんかちゃんと聞いてなかったんですよ、はい、であのもういろんなものがどんどん立っていって、はい、ある日そのおばあちゃんの日なんですけど、はい、あの喫茶店のおじさん死んじゃったんだってって、はい、死んじゃったのって、はい、まあちょっとご自分で、はいはい、ってことらしいんですけど、あ、そうなんだ、遺書が残ってて、はい、パンダ様に会いに行くって書いてあって、目の前に真っ黒に塗ったんですって、血が出るものを塗ったの。当時はノイローゼだって片付けられたんですよ。なるほどなるほど、はい、でもあれって本当にノイローゼだったのかなっておばあちゃんも言ってたっていう、だから昔って結構ね、あのずさんだし、調べようもないので、はいはい、なるほど、今でこそ打つっていうのかもしれないですけど、そうですよね、はい、調べようにはね、いろいろありますから、だから、コックリさんってパンダを呼ぶのかなっていう、今となってみると結局、それの影響でそうなってしまったって考える方が自然ですよね、あの時コックリさんやったから、ふざけてパンダを見せられてたのか、そうなんですよ、自分が死んだ姿を見てたもんですかね、わかんない、なんもう本当にこう目の周り血が出るぐらいマジック塗ってたんですけど、うわ怖、ちょっと顧問僕より怖いの勘弁してもらっていいですか、めっちゃ怖いじゃないですかそれ、ちょっと昨日思い出しちゃってすみません、なるほど、いやすごい話だった、本日もお時間が来てしまったようなので、はい、今回もこちらで終了とさせていただきます。皆さんご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。